123ダッシュが456です。7レースのただいまスタートは判定中です。お手元の投票券は大切にお持ちになっていてください。ただいまスタートは判定中です。投票券大切にお持ちください。お知らせします。ただいまのスタート、2番中口はフライングによる返還欠場。2番に関係する投票券は返還となりますので大切にお持ちになっていてください。先頭は5番の高架から回ってくるところを4番の藤山は遅れてしまいまして絡み合ってアクシデント、2マーク近辺ではアクシデントが発生しています。体勢は5番、1番、3番、なお6番は失格、6番は失格となっています。1番、5番、2番、3番、4番、6番です。第3レーススタートしました。両翼タイミング1番5番4番6番でありますが、4号艇ダッシュが効いた5号艇シローズが抵抗を迎え1号艇、この間に沼田逃走体制、5号艇さしておっと4番6番あたり絡んで4号艇にアクシデント発生でしょうか。前提タイミングスタートは正常でした。先頭には1号艇の沼田が抜けています。2号艇のえのき、5号艇のシローズ、混戦設定3号艇割り込んでくる坂井潜り込んでいったが冷静に開いて切り込む2号艇えのきが優勢、3番テラスイは5号艇のシローズ優勢で1番2番5番の体型です。なおお知らせいたします。4号艇の山崎哲司選手転覆でしょうか、失格に敗れます。1番4番6番2番5番3番です。スタートしました。1番4番6番とうちの3艇がコーススタートを決めています。出ていく1番4番6番、1枠の旋回、逃げる1号艇の浦田、まくり出しは6号艇のバタイン、その内側ではちょっともつれ合っています。先頭争いは1番6番、この2人が抜け出しています。スタートは前提正常でした。1マークではアクシデントとなっています。なお4号艇の松崎は妨害のため失格となりました。2マークトップで回るのは6号艇のバタイ、続いて1号艇の浦田、3番手は2番3番が競り合っています。なお4号艇の松崎は妨害のため失格となりました。5番の前田もアクシデントとなっています。5番は不完走のため失格です。ただいまより予選特賞第10レースを行います。なおこのレースに出走予定でした2号艇前田清文選手は負傷のため欠場いたします。1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。第1レースあまり差がないスタートです。ほとんど揃った状態です。一周一マークの攻防はまず1号艇の横沢逃げていく、2号艇の中渡り刺す、3号艇の田山が握って回ってインコース、4号艇の金子の刺しですが、先頭1号艇の横沢スタートは前提正常でした。逃げた1号艇の横沢浩二、そして刺した2人、4号艇と2号艇がラップ。一周にマーク1号艇の横沢、2番手は4号艇の金子が2号艇を弾きながら先に回してきました。2号艇はだいぶ遅れました。4号艇の金子和幸が振り切って単独の2番手、3番手浮上の5号艇の佐野森、レースは2周目に入っています。二周1マークトップ1号艇の横沢、2番手4号艇の金子、3番手で回るとした5号艇ですが、前の4号艇の金子が転覆、4号艇の金子がアクシデント模様です。なお4号艇の金子和幸が転覆、4号艇金子和幸転覆失格となりました。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。第12レース1番と5番が好スタートです。さあ5号艇は寄せていきますか。一周1マーク1号艇の森永が逃げる、3号艇の市橋が先にまくっていく、5号艇の山田はそれに続く格好で2号艇の岩崎の差しが入ってきました。ここは1番を2号艇の岩崎雅也が捉えました。スタートは前提正常でした。2コース出しが入った2号艇の岩崎、残す1号艇の森永、そして3番手は3号艇の市橋が優勢。一周2マークは2号艇の岩崎、差しアンドルで1号艇の森永潤、後座しで迫ってきます。後方は4号艇アクシデント模様です。ターンマークに乗り上げてからのアクシデント模様となっています。レースは2周目です。
なお4号艇の横澤浩司ですが転覆のため失格、4号艇の横澤転覆のため失格となりました。2番、1番、4番、3番、5番、6番です。スタートしました。1コース、2コースとほぼ揃いました。しかしここは少し早いスタートが出ています。早いスタートありまして1周1マーク。ファンの皆様にお知らせいたします。1番権藤と2番の金田はともにフライング、変換欠場でございます。1番権藤、2番金田ともにフライング、変換欠場です。1番と2番の組に関する投票権はすべて変換となります。お手持ちの投票権はどうぞ大切にお持ちください。1番、6番、2番、3番、4番、5番です。予選競争第7レーススタートしました。凄まじい勢い、2号艇勢い良すぎてはみ出しました。スタート判定中です。お手持ちの投票権は絶対にお捨てになりませんようお願いします。まくった2号艇、まくり出していった3号艇の高倉和人、高倉先頭お知らせです。2号艇の岸本隆フライング変換欠場です。2番に関する投票権すべて変換になります。1番、2番、3番ダッシュが4番、5番、6番です。スタートしました。1コース1号艇森、そしてセンター勢は3号艇岡部と4号艇木野が好スタート。先制ターンは1号艇森田瀬や3号艇岡部が巻き出すか、切り込んだら4号艇木野ちょっと後方、2号艇柳沢振り込んで5号艇鈴木もアクセントか、先頭1号艇森達也、2番手4号艇木野、3番手から3号艇岡部が続く、6号艇古澤4番手、スタートは正常です。お知らせいたします。1周1マークでアクセントありました。このレースは2号艇柳沢チャルが妨害資格、そして5号艇鈴木健一転覆資格です。1番、2番、3番ダッシュが4番、5番、6番です。スタートしました。1コース1号艇倉田がトップスタート、2コース2号艇長尾もスタートを決めました。逃げる1号艇倉田、2号艇長尾が切り込んで3号艇後藤マークル、この内側から4号艇安田、間から5号艇古澤続く、さあ下2号艇長尾翔平が先頭、2番手1号艇倉田外、内側から接近は4号艇安田が並んで、あとは後方から3号艇後藤、5号艇古澤、6号艇桑原が続く、スタートは正常です。2マーク2号艇長尾クリア、2番手4号艇安田が先決まった、1号艇倉田流れました、切り込んだ6号艇桑原、間から5号艇古澤、最内は3号艇後藤が続く、3番手争いは4艇が横線も、外から1号艇倉田わずかに前か、内側から5号艇古澤ヘサーキをかける、この内側から3号艇後藤が接近、1マーク3番手争い3号艇後藤先決まった、5号艇古澤差し返す、最内は1号艇倉田が続くが、ちょっと振り込んだ1号艇倉田アクシデントか、6号艇桑原も接触していますが、3番手5号艇古澤、上位体系は2番、4番、5番の順、4番3号艇5と5で、そして5番手6号艇桑原最後方ですが、アクセントがありまして一手アクセント、1号艇倉田が落水仕掛けです。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。3号艇の斉藤、4号艇出村、1号艇江頭、いいスタートを切っています。1周1マーク、インから逃げ体勢、1号艇江頭、まくり刺す3号艇斉藤に外は4号艇出村です。3号艇の斉藤が2艇身のリードを取って先頭、2番手外1号艇江頭に4号艇の出村が並びかけるか、そのうち2号艇身で5号艇深沢が続いてスタートは正常でした。1周2マーク、3号艇斉藤が旋回、4号艇出村に内からは1号艇の江頭、その後ろ5号艇深沢が続きますが、3号艇斉藤が5艇身とリードを取りました。2番手内から1号艇江頭上がって3番手争い、外4号艇出村、内5号艇の深沢、間2号艇新出で2周1マークに入っていきます。3番手争い、5号艇の深沢が小回り、外握っていく4号艇出村、内からは6号艇の上村なども続きますが、1マーク付近でどうやらアクシデントがあった模様です。先頭は3号艇斉藤、1号艇江頭が2番手、3番手4号艇出村となって2周2マークです。なおここでお知らせいたします。5号艇深沢辰徳は転覆のため失格、5号艇深沢辰徳が転覆のため失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。
スタートしました。3号艇の宮本コースターと他5艇も揃ったスタートを切っています。1周1マーク、インカラ先生、1号艇斉藤、サス2号艇木田に、外は3号艇宮本、内からは4号艇の渡辺続きます。1号艇斉藤が3艇身リードを取って先頭、2番手2号艇の木田が優勢、3番手は外3号艇宮本、内は4号艇渡辺、間に5号艇原、最後方6号艇を肩に、スタートは正常でした。1周2マーク、1号艇斉藤旋回、内から4号艇の渡辺に、そのうち2号艇の木田、最内5号艇原が続きますが、1号艇斉藤はこの間に4艇身5艇身リードを広げています。2番手単独2号艇木田が上がって、3番手は4号艇渡辺、内へさきかけられるか5号艇原、2周1マークに入っていきます。注目3番手は5号艇の原ヶ崎に旋回、内狭いところ4号艇の渡辺、左内3号艇宮本続きます。3番手争い4号艇の渡辺が一定身優勢、外5号艇原が続きます。なお1マーク付近において6号艇岡谷にアクシデントがあった模様です。ここでファンの皆様にお知らせいたします。6号艇岡谷健吾、転覆のため失格。6号艇岡谷健吾は転覆のため失格となっています。1番、2番、3番、5番、6番、4番です。スタートしました第4レース、6コース4号艇の村上がダッシュよく乗せていきますが、さあまずは1号艇の矢後が逃げる。4号艇の村上は外を握って回るも、ここは届かず。2号艇の山本圭志郎が差しハンドル、1号艇に迫っていくところですが、1号艇の矢後の方が先頭一歩前。スタートは前提正常でした。トップは1号艇の矢後、差した2号艇の山本2番手、3番手は4号艇懐5番です。1周2マーク、1号艇の矢後、そして4号艇が握って回って振り込んでしまいました。アクシデント模様です。後方はアクシデント、先頭1号艇の矢後、2番手2号艇の山本、3番手5号艇の浜田です。なお4号艇の村上亮が転覆のため失格、4号艇の村上亮転覆のため失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番でスタートしました第6レース、内側3艇が好スタート、外3艇はだいぶ遅れています。1周1マーク、1号艇の吉永が逃げる。3号艇の山田哲也のまくり足、2号艇の上を行きまして、2号艇は引き波に乗った。そのインコースに4番の橋田を刺しましたが、1番の吉田を捉えた3号艇の山田哲也まくり足。スタートは前提正常でした。3番と1番トップ争いで、3番手に4号艇の橋田、1周2マークは3号艇の山田が先にターンする。1号艇の吉田が差し返すも、ここは3号艇の山田哲也が2艇身前、1号艇の吉田和人は2番手、後方3番手は4号艇を逆転した2号艇の青木幸太郎、3番手に浮上しました。2周1マーク、トップ3号艇の山田哲也、2番手が1号艇の吉田和人、3番手2号艇の青木幸太郎が握って回って、さらなるリードを広げてきました。上位の体型、3番、1番、2番です。4番手水垣、5号艇の岩崎雅也、そしてここで4番と5番接触がありまして、5号艇アクシデント模様です。2周2マーク、トップ3号艇山田、1号艇の吉田が2番手、3番手2号艇の青木です。なおアクシデントは4号艇の橋田香織が妨害失格、4号艇の橋田香織は妨害失格です。被害を受けました5号艇の岩崎雅也、転覆のため失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました第7レース、3号艇、4号艇センター勢と、あとは1号艇の早川がいいスタート。1周1マークは1号艇の早川、インから回り、3号艇の坂本のまくり、懐空いた4号艇の福来のまくり足、突き抜けていく4号艇の福来剛です。スターター前提正常でした。まくり足抜け出した4号艇の福来剛、そして続いてきた5号艇の西村が2番手、3番手は1号艇の早川、1周2マーク4号艇の福来、2番手5号艇の西村、インコースに1号艇の早川の差しが入ります。1番と5番は2番手並んだ状態で、後方ではアクシデントが発生しています。2マークアクシデントです。なお6号艇の尾崎雄二が転覆のため失格、6号艇の尾崎は転覆のため失格となりました。ボートレースから2日
日間シリーズモーニングレース朝からカラス日刊スポーツ杯予選2日目の熱戦も残すカードはあと3つとなりました。ただいまから予選特賞 A 第10レースを行います。なおこのカード4号艇の岩崎雅也選手前半レースで負傷したためこの第10レースは欠場です。1番、2番、3番、5番、6番です。スタートしました第10レース内側2艇1号艇2号艇わずかに好スタート。一周一マークの攻防はまず1号艇の濱田ありさインからスタートを決めました。逃げていく後方ではアクシデント模様です。3号艇の百武握って回りました。後から6番2番と行きました。先頭は1号艇の濱田ありさスタートは前提正常でした。なお5号艇の浜本裕樹は転覆のため失格。5号艇の浜本裕樹が転覆のため失格となりました。ボートレース唐津5日間シリーズモーニングレース朝から唐津日刊スポーツ杯予選の2日目いよいよ最終カードを迎えました。このレースは5号艇の森永純選手前半レース負傷したため欠場となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。 3,4 コースがだいぶ遅れた体型になりました。さあ5コースから5番の石田出ていくもちょっとこれは早いスタートが出ています。ファンの皆様にお知らせいたします。5番の石田はフライング変換欠場でございます。5番の石田はフライング変換欠場です。5番の組に関する投票権はすべて変換となります。お手持ちの投票権どうぞ大切にお持ちください。 123ダッシュが456です。第1レースのただいまスタートは判定中。お手元の投票券は大切にお持ちになっていてください。ただいまスタートは判定中。お手元の投票券は大切にお持ちください。お知らせします。ただいまのスタート6番佐川フライング変換欠場。6番に関係する投票券は変換ですので大切にお持ちになっていてください。1番2番3番4番5番6番です。1レーススタートしました。2コース3コース4コース、うわうわっとっとっといきなり速い複数のフライング艇があります。このレース複数のフライング艇があります。ただいまのスタートは2号艇の浜崎3号艇の池本4号艇のいやいや4号艇の宝田この3名2番3番4番この3選手はフライングのため変換決勝となります。船券検手によっては払い戻し変換となる船券があります。レース終了後の案内放送よくお聞きください。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。このスタートも早い。ただいまのスタート問題があった模様です。お知らせいたします。1号艇の岸本はフライングのため変換決勝。1号艇はフライング1に関する投票権は大切にお持ちくださいませ。1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。 2,3 コース思い切ったスタート1マークへと移っていきますがただいまスタート判定中。お手持ちの投票権大切にお持ちください。お知らせいたします。3号艇渋谷明則フライング変換欠場。3号艇に関係のある投票権すべて変換となります。お手持ちの投票権は大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。わずかに目立ったのはセンター勢3、4コースの2人コースタートも内側2人も伸び返していきます。インから主導権を握っていく1番の野中義雄やや懐甘くなるくるっと回って2番金子中を割っていったのは3番の小賀志敵左右力は4番三浦啓太も上がってきました。スタート前提正常。
三つどもえ四つどもえの中から内側から2番金子武史が一歩二歩と抜け出してきて、2番手争いは大激戦であります。2マーク回って外思い切ってどーっといって、アクシデントは1番の野中義雄に起きています。2番3番の上位体系、3番手はわずかに6番の桂林が優位に運んで確定、2周1マークの旋回へと移っていきます。先頭2番金子、2番手3番の子が、その後ろ3番手6番の桂林です。なお1番野中義雄転覆のため失格、1番野中義雄転覆のため失格でございます。1番4番6番2番5番3番です。スタートしました。1番4番6番とうちの3艇が好スタートを決めています。出ていく1番4番6番、1枠の旋回、逃げる1号艇の浦田、まくり出しは6号艇のバタイン、その内側ではちょっともつれ合っています。先頭争いは1番6番、この2人が抜け出しています。スタートは前提正常でした。1マークではアクシデントとなっています。なお4号艇の松崎は妨害のため失格となりました。2マークトップで回るのは6号艇の馬体、続いて1号艇の浦田、3番手は2番3番が競り合っています。なお4号艇の松崎は妨害のため失格となりました。5番の前田もアクシデントとなっています。5番は不完走のため失格です。